はい、では真夏のヒーロー切り札セット開封したいと思います。じゃん、ガンバライジングカードです。ゼロスペクターが入ってました。そしてもう一枚、サーカス団員見習い賞が入ってました。おお、これはい、裏面もこんな感じです。はい、ゼロスペクター、はい、裏面こんな感じです。はい、ではもう一枚、もう一パック開封していきます。さあ何が出るでしょうか。お、これは仮面ライダーダークゴーストナポレオン魂です。はい、裏面こんな感じです。そしてもう一枚、何が出るか、ザザザーン。はい、サーカス団員見習い賞、今度はレオと、セラ、レオとセラ。レオとセラがいます。そして獣王、獣王ライオン、獣王シャーク映ってます。こんな感じです。はい、皆さんこんにちは、橋口です。今日は劇場版動物戦隊獣王者ドキドキサーカスパニック、そして劇場版仮面ライダーゴースト100のアイコンとゴースト運命の時、これを見てきたので感想動画です。さあ、夏映画気合入ってました。今回も去年以上に気合が入ってたと思います。獣王者の方から話していきますね。まず獣王者のあらすじを読んでいきます。いきます。今話題のサーカス団、それは人間の世界で暮らしていた獣マンたちが結成した一座だった。セラやレオ、タスクやアムア、たくましく生きている同胞たちの姿に大喜び。だがそれもつかの間、宇宙大サーカスの団長ドミドルと名乗る男がサーカスに乱入し、客席にいた子供たちをサーカス団ごと宇宙船でさらってしまった。親とはぐれ泣き叫ぶ子供たち、しかしそれこそがドミドルの求めているものだった。ドミドルは子供たちの泣き声をエネルギーに変えて地球を壊すつもりなのだ。このままでは地球がドミドルの餌食になってしまう。だがこの星の子供たちは決して負けていない。サーカス団の一員でコンドル10万の子供ペペルをはじめ、捕まっていた人間の子供たちも勇気を振り絞る。風切ヤマトと4人の10万もまたドミドルに対して激しい怒りを燃やし立ち上がった。この星をなめるなよ、戦え動物戦隊獣王者、地球に生きる数え切れない命のために。というわけで今回のこういうストーリーですね。やっぱりね、風切ヤマトのなんていうかね、気合の入ったね、戦いっぷりがね、すごい伝わってきました。ドミドルの子供たちの泣き声を餌にしているドミドルに対して立ち向かうためにレオが取った行動は子供たちを笑わそうということだったんですよね。そこがね、やっぱりね、なんといってもね、レオがすごいなと思ったところですね。モンドミサオ、獣王ザワールドなんですけど、獣王ザワールドとその風切ヤマト、獣王イーグル、この2人がね、協力して
4人の10万たちが一緒に宇宙船でさらわれてしまったんですよね。その時に助けに行くんですけど、やっぱりね、その時のね、たくましさがね、すごい良かったです。やっぱりスーパー戦隊はこうでなくちゃいけないなと思いました。だから子供たちに夢と希望を与えるスーパー戦隊、しかも今回は、シリーズ、40作品目、通算40作品目ということでね。そして仮面ライダーは生誕45周年、でこのスーパーメモリアルイヤーにふさわしい内容だったと思いますね。うん、スーパー戦隊シリーズ第40作獣王者の劇場版ということで、本作では歴代作品のキャラクターや小道具などが随所でこっそり登場しています。ここでは小道具関係で確認できるスチールをご紹介とパンフレットに書いてあるんですけどね。このスーパー戦隊の歴史は本当に脈々と受け継がれているってことですね。以上です。はい、では続いて仮面ライダーゴースト、この映画について語りたいと思います。まずは、あらすじを紹介したいと思います。カノンが人間の姿に戻ってから初めての誕生日を迎えた夜、突然事件は起こった。タケルたちの前に3人のダークネクロも率いたダークゴーストが現れたのだ。戦いの中、タケル、マコト、アラン、そしてアカリ、オナリ、カノンは七色の光の向こうへ。彼らがたどり着いたのは、歴史上の英雄たちの魂が実体化して暮らしている不思議な村だった。しかしこの村でダークゴーストは100のアイコンを集めて究極のアイコンを完成させようと企んでいた。それが完成すれば全ての世界の人間をゴースト化することができるのだ。ダークゴーストの正体はアランの兄で、常にこの世にいないはずのアルゴス。一方でマコトは長い間行方が分からなかった父深見大吾と再会を果たしていた。アルゴスの計画に異議を唱えるアラン、そして捕らえられたカノンを助けてあり、マコトは不可解な行動をとる大吾と激しく衝突し、やがてマコト、スペクターと大吾、ゼロスペクターは不死対決、親子対決へ。そして、着々と完成へ向かう、究極のアイコン、幾多の試練を乗り越えてきたタケルに史上最大の壁は立ちはだかる。全人類のゴースト化計画を阻止する方法は今やたった一つしかない。さよなら俺。運命の瞬間、タケルは、アカリは、そして仲間たちは何を思う？こういうストーリーなんですよね。そしてね、この仮面ライダーゴーストの本当の集大成の映画だと思いましたね。天空寺タケル役の西目俊くんも言ってましたけど、集大成の映画だと思います。今までゴーストを応援してた人もそうでない人も全員が楽しめる、もうエンターテインメントな壮大なスペクタルクール巨編だと思いました。今回思ったんですけど、それぞれゴーストにも敵がいて、ダークゴースト、そしてスペクターにもゼロスペクターっていう敵がいて、そしてネクロムにもダークネクロムっていう敵がいる。そういう状況で、ゼロスペクターは、スペクターの父親なんですけど、でも、戦うことになるんですよね。戦うことになってしまう。親子で戦わなくてはいけない。うん。そこがね、やっぱりそれぞれ敵キャラがね、ライダーってことなんですよね。仮面ライダー、今年仮面ライダーゴーストは、シリーズ生誕45周年ということですね。
からすごくやっぱりこの作品も本当に気合が入ってるなと思いましたね。でね、タケルのね、あの決断がね、すごいね、感動的でした。感動しました、もう。なんて言ったらいいんだろう、そのタケルが人類を救うために重大な決断をします。それがやっぱり全人類がゴースト化してしまうのを阻止するために、タケルは自分の体を乗っ取ってしまったダークゴーストと戦わなくてはいけないですよね。その自分の体を破壊して戦わなくてはいけないっていう、自分の身はもう二の次で戦う仮面ライダーの精神ってそこにあるんじゃないかなと思ってますね。自分の身を滅ぼしてまで人を助けたいっていう思い、そこが仮面ライダーの生き様だと思います。本当に見に行きたくなったでしょ。ぜひ見に行ってください。ゲストが豪華だった。すごく沢村一樹さんでしょ、木村亮さんでしょ、で、騎士団のメンバーたち、そして唐橋充、平田優香、亜美201とかね、小松直樹とかね、2700っていうお笑いコンビ、そして高山優子、このね、豪華キャスト陣、そして英雄の村っていうのがあるんですけどね、そこの英雄の村でタケルがね、一人孤独にここ今まで戦ってきたじゃないですかって英雄の人たちに再会した時に言うんですけど、それでもその時の記憶がない英雄の人たちはもう知らないから全然記憶がないんですよ、なぜか。でみんなに無視されちゃって、無視されるっていうか、なんか一人ぼっちで孤独になっちゃって、うん、そういうタケルのね、悲しみも描かれてましたね。すごく考えさせられる映画だなと思いましたね。西目俊くんもね、すごい初心者だったような感じでしたけど、やっぱりね、最初は初心者って感じでしたけど、やっぱり、ね、演技もすごい上手かった。映画の今回の映画はすごい演技が上手かったね。うん。そしてこの謎の新ライダー、エグゼイドですよ。エグゼイド。エグゼイドはね、すごい楽しみ。ほんと、何がすごいってね、なんか戦い方が今まで、ゴーストの戦い方と全然違うんですよね。音も、効果音もすごい凝ってる感じで、ゲームサウンドっぽいものを使ってるんですよね。そこがね、すごいね、なんともね、面白い。音が面白い。ワクワクさせられる、こっちが。すごいそこが良かった。うん。うん。今回はね、ほんと、ギャグはそんなになくて、シリアスな感じが続いていく感じでしたね。でも見応えが十分ありました、ほんとに。皆さんもぜひ、劇場に足を運んでください。今回は劇場版仮面ライダーゴースト100のアイコンとゴースト運命の時、そして劇場版動物戦隊獣王者ドキドキサーカスパニックの感想動画でした。では、チャンネル登録、そしてグッドボタン、評価もろもろよろしくお願いします。ではグッバイ。